9。はい。折り紙でパンダを作ります。はい。カブトの基礎折りです。半分、黒い紙を半分折ります。もう一回半分に折ります。折り線をつけたところで一度開きます。はい。はい。カブトの基礎折りです。こちらも折ります。上下を持ち替えます。で、上にやります。折ります。こちらも上に折ります。で、カブトの角を作ります。ここが、ここまでがカブトの基礎折りです。と、角のところを開きます。こちらも同じです。カブトの角を開いて平らにします。平らにしたところでひっくり返します。とここで耳ができましたから耳の先っちょをちょこっと折っときます。次にパンダの頭を1センチぐらい向こうの方に折り曲げます。とここでパンダの耳と頭ができましたから、今度はこの一番下の2枚とも一緒に上の頭のところまで折り上げます。次に2枚とも下のところまで折り下げます。折り下げたところで、ここにパンダの口をちょこっと作ります。口ができたところで、ここにお目目を作りますから、お目目のところをまず右と左に折り線をつけます。折り線をつけたところで、このお口の一枚を一度全部開きます。開いたところで、また元に戻しますと、ここにパンダのお目目ができます。これで全体的なお顔ができましたから、全体が丸っこく見えるように、斜めに、こちらも斜めに、で、ここがちょっと尖ってるから、尖ってるところは折り線をつけて、これを中に折り込みます。こちらも尖ってるところを折り線をつけて中に折ります。これでパンダの頭の部分ができました。ね、こんな感じ。今度は胴体を作ります。胴体は黒を中にして、横に一度
折り線をつけます。折り線をつけたところで前足をここにこう取ります。でこれを半分に折って前足ができました。次に後ろ足は斜めにこう折ります。で先っちょの尖ったところをちょっと中に入れます。ね、これでパンダの前足と後ろ足ができましたから、これを一旦広げてここに1センチぐらい中に折り込んでからこう的に戻します。前足と後ろ足ができましたから、今度はお尻を作ります。お尻を斜めに折り線をつけたら、これを中の方に中割り折りしますね。中割り折りしたところで、今度はパンダの尻尾を折り返してちょこっとこう、これで胴体の大体形ができましたから、上下がちょっと高すぎるから、ここで1センチ5ミリぐらい調整して、折り線2枚一緒に折り線をつけたら、これを中に入れます。これでパンダの頭と胴体ができましたから、頭を乗っけるところを作ります。この頭の乗っけるところは前足のところにまず三角に折り込みます。折り込んだところをこう開きます。向こうの方にも折り線をつけといて、これを T の字の形にして、さっき作った頭の真ん中に切れ目がありますから、切れ目のところにこう差し込みます。でここにセロテープでつくして、これで出来上がり。以上です。